チャンドラが撮影した SN1181 の残骸 3C58 の画像 SN1181 は1181年に観測された超新星である。8月4日から8月6日の間にカシオペア座で観測され始め、中国と日本の天文学者により8つの独立した文献に記録された。 肉眼で観測されたことが記録に残っている8個の銀河系内の超新星の一つで約185日間にわたって夜空に見えた。12世紀のイギリスの科学者アレクサンダー・ネ・カムがこの超新星に気づきライバーはイマジネム・ダオーラムに記したと言われている。日本においてはアズマ鏡に自称5年6月2 1日午後,後、術国、百星ミウシトラカだ。 鎮静色青赤有望角ゼカンコ三年デミの後、無礼うんぬん。とあり、他にも、赤月家や、宗子などの資料に記録されている。電波源 3C58 は、この超新星の残骸だと考えられている。この星は1秒間に約15回転し、クオーク星と推測された最初の天体の一つで、また、形成時と同じ速さで回転し続けていると。 考えられている。これは、1054年の SN1054 の超新星残骸として知られるかに、成分の中心の中性死亡時、かに、パルサーと対照的である。ありがとうございます。